成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。しかしこの星の有様は何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。ねえあんた、どこの誰か知らないけど帰って。シッシッ、クリリン近寄った。何なのよあいつ。現れるなり突然襲いかかってくるなんて一体何者。いや、さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。まんまと引っかかるとはな。気抜けねえ戦いだな。よし、いや、後ろだ。何？日本を見せてやろう。死は近いぞ。これでどうだ。プレゼントしてやる。やった、やったぞ。はあ、どうした。あれ、思ってたほどじゃないぞ。貴様の命運もここでつける。日本を見せてやろう。死は近いぞ。おめえ一体誰だ。そんなことまで忘れてしまったな。ならば教えてやる。まず貴様はこの星の人間ではない。誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめを言うな。ほら、地球で育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。目を覚ませカカロット。兄弟？嘘、あいつ本当に孫悟空の兄弟だっていうの。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。その尻尾はどうした。ずっと目に切れてなくなった。なんということだ。どうにか貴様がこの星の者どもと仲良くしていられるわけだ。おい、ただよその星から来たなんとかってやつだろうが、おめえが兄ちゃんだろうが関係ねえ。とっとと切れ。
許さねえぞ。貴様の命運もここに尽きる。さっさとくたばってしまった方が楽だ。気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではない。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんでな。ちょっと息子を貸してもらうとする。よく見ろ。行きました。行ける、行けぞ。見本を。ほら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 。ザプレゼントして。見本を。ほら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 。消えるがいい。どうした。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。いや、見本を見せてやろうか。死は近いぞ。はっ、おっぴや。どうした。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。貴様の命運もここで尽きる。おっとっと、来て。本気で死にたいようだな。一瞬で消してやる。はぁ、来た。下がれ。いや、どうした。わし、見本を見せてやろう。死は近いぞ。どうした。プレゼントしてやる。カカロットよ、子供を預かっておく。どうあがいても貴様はこの兄たちの仲間に加わるしかないのだ。Ha ha ha!